はい、どうもワドツです。まあさっきの前枠ぐらいからなんか宗教の話をたまには聞きたいっていうことで仏教の話をしていこうと思います。ナットキムチさんありがとう。ナットキムチさんのねリクエストですね、仏教の話を聞いてみたいということでやっていきましょうか。まあ一番にその仏教を語っていく上で重要になっていくことみたいなのがいくつかあるんで、それを語りながらやるのが一番いいと思うんだけど、どの辺から話そうかな。じゃあテキストを用意しますか。ちょっと待ってね。文字。文字。あれ文字ってどこで出すんだ。テキストか。何からせよ。まずはそのウパニシャットから説明すればいいかな。ウパニシャット哲学っていうのがバラモン教の元になってるんだけど、古代インドを定着してたバラモン教のことですね、これは。バラモン教宗教の元になってる哲学って言った方がいいかな。思想なんだよ。ウパニシャット哲学のバラモン教の教えね。でそこで一番有名なのがこれですね。ウパニシャットっていうのはその哲学の中で最終経典なんだけど、ボンが一如とボンが一如、これがそのウパニシャット哲学っていうのの考え方になってるんですよ。 OK、 はいワード2、なんか突っ込みたいところがあったらクイックに突っ込んでください。どんどん先に行っちゃうんで OK かな。ウパニシャット哲学っていうのがあると。でボンが一如っていうのは、梵天イコール、ブラフマーと言います。で我っていうのが我は我って書くから分かると思うけど、自分のことね。アートマンかっこ自我とか人格とか、自我のことを指す。現代語で言うとここまで OK。ウパニシャット哲学のバラモン教の元になってる、哲学があると。でそこにはボンが一如という最終経典があると。長風呂にそうだね、俺もねドレさんの放送は風呂で長風呂で聞くかな。でそのボンが一如、一如っていうのは一体であると。要はブラフマーっていう梵天がいると。要は絶対神がいるって考えてください。あ、ポポポさんいらっしゃい。今その解説を始めますのでよろしくね。その古代インドっていうのは今でもそのヒンズー教とか、バラモン教の前のヒンズー教でしょ。で今そのヒンズー教っていうのはバラモン教と仏教をベースにしたのがヒンズー教なんですよ。でそのバラモン教っていうのが、一番有名な教え、学校とかで教わるのはカースト制度っていうのをやってるのがバラモン教。要は階級制度をやってたんだけど、でそこのウパニシャット哲学っていうその哲学があるんだけど、それの最終的な教え、究極の極意っていうのがボンが一によって考え方なので、ブラフマーっていう絶対神とがボンがのボンとかね、で我っていうアートマンっていう意味なんだけど、ブラフマーとアートマン、ブラフマンにしようか。ブラフマーでもブラフマンでも合ってるからブラフマンね。バンドでいるでしょブラフマンって。それはこれのことなんだけど、お天道さんいらっしゃい。要は梵天であるブラフマンと我であるアートマン、我であるアートマン、要は自我とか魂とかいう意味なんだけど、これが一体であるっていうふうに考えるのがバラモン教の考え方なんですよ、根本的な。ここまで OK だったら手を挙げてください。ウパニシャット哲学とかバラモン教のそのなんつうの、競技の元になってるもの、これを理解したっていう時点でもう この質問はもう2度も3度もされたくないから、次に行けないから、ここまで OK だったら OK って言ってください。理解できた？後出しじゃんけんめんどくさいからさ、 OK？ 何回も説明しないといけないの嫌なんだよね。ブラフマンについて補足してほしい。何を補足すればいい？何を補足すればいい？何を補足すればいいかコメントで書いてください。何を補足すればいいのかな。納豆キムチさん、ぜひブラフマンについて何を補足すればいいでしょうか。ブラフマンが宇宙でアートマンが自分自身的な、まあ宇宙っても言ってもいいんだけど、宇宙を支配してる神様、キリスト教のヤハウェイに近いかもしれないね。で、ちなみにブラフマンの奥さん、お妃っていうのがいて、それは日本でもご存知、七福神で琵琶っていう楽器を持って歌う女の神様がいるでしょ。弁財天って言いますね。それは、弁財天はブラフマンの神様、奥さんです。ああ、いいかもしれないね。宇宙医師とも言ってもいいし、宇宙医師とはちょっと違うんだけど、まあ、今、神様だと思って、絶対神っていうのが俺は近いと思うよ。要はその宇宙を創造したとか宇宙を司ってる神様みたいな意味で合ってると思う。そう、実はね、弁財天って日本にはバラモン教とかヒンドゥー教入ってないと思ってる人多いんだけど、織姫彦星だっけなんだっけ、七夕って実はね、あれだよ、ヒンドゥー教の教えなんだよ。じゃあみんな理解できたってことで次に行きますね。梵天っていうのは絶対神とか宇宙を司ってる神様。思ってください。要はまあ宇宙意志っていう風に捉える人もいるかもしれないけど、俺は絶対神っていうのがその今の現代の言葉に沿ってるかなっていう風に思ってます。で、我っていうのはアートマン、自我とか自分の魂とか、要は自分だと思ってるものだと思って、でここでブッダっていうのが出てくるんだけど、ブッダは何をした人かっていうと、まずここが重要になるんだけど、ブッダが革新的だったの。これ突き詰めていくと、これなんですよ。宗教学的に言うと、ブッダが革新的だったのが、ブッダイコールウパニシャットを否定した人物なんですよ。多分ね、こういう解説ができる人はね、なかなかいないと思うよ。ブッダイコールウパニシャットを否定した人で、どういった否定の仕方をしたのかっていうと、ブッダの論法はこうです。はい、アートマンの存在を否定したんですね。わかる？これがさっきの論法につながってくるんだけど、梵が一如っていうのは輪廻につながる思想だっていうのは、我というものがある、アートマンっていう、その肉体が滅んでも魂が存在するとか、自我が存在するとか、データベースが存在するとか、霊が存在するとか、魂とか、いろんな言い方あるけどこれ一緒でしょ。要はデータベース、そのデータベースっていうのが梵に帰ると。で、梵から一滴の雫が落ちてまた我に生まれると。だから輪廻するっていう考え方が、だからそのカルマっていうものを信じられてた。だけどブッダのアプローチっていうのは面白くて、我自体を否定したの。わかる？つながったでしょ、で、我をどうやって否定したのかっていうのを証明していかないといけないよね、今度は。そう。だから仏教っていうのが広まっていって、バラモン教を滅ぼすことになるんだけど、実はそのバラモン教に飲み込まれたりとか、いろんななんかその大乗仏教になってまたバラモン教みたいなことになっちゃったりとか、いろいろ変質していくんだけど、ブッダ自体はアートマンの存在を否定したと。で、どういうふうにしたか、否定していったかっていうと、どっから説明しようかな。じゃあまず競技からいこうか。縁起と縁起を話しましょうと。ポポポさんいる？ポポポさんいますか？ここまでで突っ込むところない？大丈夫？後出しじゃんけんは嫌だから、分からなくなったらクイックでコメントが欲しいんだけど、次進んでいいですか？今度は画をどうやって否定したのかっていう説明をしなければいけないんだけど。OK ですか？サムシンググレイトみたいな。いる？ないね。まず縁起っていうのの根本はどういうことかっていうと、例えばこの中に入ってるものは何でしょうか？この中に入ってるもの何ですか？皆さん答えてください。自分なりの解釈でいいですよ。この中に入ってる液体は何ですか？はい。コーヒー。皆さん書いてください。全員参加でお願いします。はい、みんな書いてね。間違うことは別に悪いことじゃないから。ブラックコーヒー。コーヒー。まあみんな大体一緒だね。ブラックコーヒー。まあコーヒーを指してると。まあより詳しくすると飲み物。はい、OK です。じゃあ今から面白いことをします。水と言ってもいいね。まあ言い方はそれぞれ、まあみんな解釈合ってるよね。まあ、大体みんなずれてるよって言わないと思うの。液体とか飲み物とかコーヒーとかブラックコーヒーとか。まあいいのいいの。まあその難しくしなくていい。じゃあいくよ。ここに今一口飲みます。飲みました。ここに入ってるものは何？みんなにとって。今俺の胃の中に入ったのよ。はい。ナトキムシさんね、先に出さなくていい。先に走らないで。ゆっくり理解しないといけないから。今、俺の胃の中に入ったものは、じゃあ何？まだコーヒーなのだろうか。なんて答える？みんなだったら。俺の今、胃の中に入った一口は何？うん。ゆっくりね。焦らないでいいから。みんなが理解しないと意味ないから。胃の中に入ったら何？さあ、答えてみて、みんな。答えて。元コーヒー。ああ、いいね。うん。いいよ。何でもいいよ。自分なりの言葉で。間違いはないって言うから。まだコーヒー。まだコーヒー。あ、そう。今、現時点ではまだコーヒーなんだ、みんなの中では。俺はなんて答えるかっていうと、俺だったら体液って答えるんだよね。もしくは、まあ、じゃあ1時間後、2時間後って言ったらさ、まだコーヒーなの、みんなの中で。コーヒーなんだ。じゃあ3時間後は血液になったりとかしない？そう、栄養になったとか、要はコーヒーの状態が変わったと捉える。で、もっと言ったら多分12時間後にはおしっこになってるはずなんだよ。でしょ？ここまで理解できる。何時間かするとおしっこに変わる。で、おしっこは何になるかっていうと下水に変わるんだよ。で、下水は何になるかっていうと処理されて海水に変わるんだよ。川とか海水に変わるんだよ。そう、おしっこに変わったりとか。で、今度水になるんだよ。海になるじゃん。で、海になったら水蒸気になるんだよ。で、雲になるんだよ。で、雨が降るんだよ。要はぐるぐる回ってるの理解できる？ぐるぐる回ってるの理解できます？理解できたら手挙げて。要は、ぐる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 回ってると。分かったら手挙げて。ここすごい重要なところだから。これを理解することって。OK。うん。つまり、ブッダが言ったことっていうのは、名前を付けたものっていうのが、名付けた瞬間の限定的な物質だけだって答えた。だけど、それは人類っていうのは盲目だから、名前を付けた瞬間にそれがある。その限定的なものがあるって思い込んでるけど、実は流動していって、体に入ったら体液になるし、おしっこが出たらおしっこになるしって、その場その場の現象を切り取ってるのが名称に過ぎないって言った。だから、ワドっていう名前の僕がいるっていうのは実は思い込みであると。例えば俺32歳なんだけど、10歳の頃の人格と、要は1歳の頃の人格でもいいんだけど、確実に変化が起こってるはずなの。ゆっくりゆっくりだけど。で、ワド自体もその時々に影響を与えてて、周りの人を変化し合ってると。だからおしっこになったりとか、例えばその現代その医学で言うと、全体の物質っていうのは6年で入れ替わるのよ。細胞全部がゆっくりだけど入れ替わってって言って、うんちになったりおしっこになったり汗になったりして、実は全部入れ替わってんの。ただゆっくりゆっくり変化してるから気づかないだけの。つまり思想も同じことなのね。思考も思想も同じことなんだけど。わかる？体内に戻るかどうかっていうよりも、名前をつけてるものとか見てるものっていうのは永遠はないっていう。その永遠はないっていうのは諸行無常とか言うんだけど。すべてのもの、すべてのものっていうのは移ろいでいくとか変化していくみたいな。ブッダが言った縁起の思想っていうのは、要は外部との影響し合っていて、個体があるように見えてるだけだけど、実は超すごいスピードで全部が入れ替わってるっていう風に考える。これが仏教の根本原理なのね。ついてこれてる？大丈夫？っていうことは、自我の否定をしてるということを理解できた？悟った？みんな。これを理解したっていうことは、だいぶ悟りに近づいてるんだよ。ちょっとタバコ持ってくるね。タバコがない。タバコ。わかりやすい。で、OK。で、思想も何もかも全てが、全て、この世にある全ての現象が移ろいでいくっていうの、ことを言ってんの。この法則にとらわれない物質などないって言ったの、ブッダは。要は名称っていうのは刹那瞬って言って、一瞬の一瞬を切り取ってるだけなんだよ。わかりやすいでしょ？悟っちゃった。個体自体を形成しているものが他の食べ物や飲み物など他者の影響で成り立ってるから個人は存在しないっていうこと。そういうこと。ただ人間っていうのは記憶を引き継ぐからそれのバグで自我があると思い込んでると。だけどその記憶自体も、確たるものはないでしょ。だから人間がその自我が芽生えちゃったっていうのは記憶だっつってんの、ブッダは。記憶しか担保がないと。でもその記憶自体が一番曖昧だっつってんの。実はあると思い込んでるに過ぎないと。それはまあみんなわかるでしょ。だから思い込みの世界で自我を作っちゃったの。だから動物には自我がないんだよ。なんで自我がないか、自分の死を悟れない。人間っていうのはなぜ自我が芽生えたか、個体とその分離したかっていうと、自分の死を理解しちゃったからなんだよ。ここまで OK。っていうことはだよ。ブッダはアートマン、我を否定したってことは、ボンが一二を否定したっていうことでしょ。つまり輪廻の否定をしてるっていうこと、つながった？ポポポさんつながった？理解できた？ソースを出せって問題じゃなくて、ブッダが言ったことを正しく理解すると、輪廻転生を否定したっていうことが理解できたでしょ。分かったでしょ、これを本当はお坊さんが伝えないといけないんだよ。本当は。状態が変わるっていうだけで存在自体が否定されちゃうの。存在自体が否定されるんじゃなくて、要は永遠普遍的なものはないっていう。で、魂の継続性っていうのは、自我がそのまま引き継がれると思ってるでしょ。そんなものはないっていうことや。島津さんって存在はこの世に存在しないってこと。存在すると思ってるのは思い込みであって、実は今考えてることと5分後の考え方っていうのが、例えば俺の考え方とポポポさんの考え方が今こう縁起が起こってるの分かる。こう思ってたけど、あ、違う考えもあるんだとか入れ替わってるでしょ、うん、お互い影響し合ってるの分かる。つまり今考えてる自分と5分後の自分とか1秒後の自分っていうのが自我が入れ替わる可能性があるの。考え方が変わる可能性があるの、相互作用だから。だから自我っていうものって何、そんなものないでしょっていうこと。だって常に考え方も変わるし、体も変わるし、痩せたり太ったりするし、5分後だって俺が天井からボンって頭打ったら記憶飛ぶかもしれないんだよ。外部と関係なしというか影響下でしか物事を規定することができない。外部と関係というか影響下でしか物事を規定することができないという意味かな。ちょっとよく意味わかんないかな、箱さん。だから名前をつけた瞬間にこの人はこういう人だっていう思い込み、スリットが発生するっていうことをブッダが言ったの。だけどそれはその思い込みだよって言ったの。人間だけは仏や神を信仰したりするのも自我があるからなのか。自分が輪廻っていうもう少し広い意味で自分が死んだ後もその影響は演技していくみたいなイメージ。曖昧な記憶を使ってその動画をみんなを見てるって感じですか。曖昧な記憶を使ってこの動画を見てるんじゃなくて、例えばじゃあいくよ、仮にの仮定の話なんだけど、1歳の時に俺が死んだ時の魂と31歳で俺が死んだ時の魂が同じだと思うか思わないか書いて。これ冷静になったらわかるはずなんだよ。1歳の時に死んだ俺の魂と32歳、今現時点で死んだ俺の魂が全く同じだとみんなは思う。どう思うか思わないか書いて。同じじゃないよね、どう考えても。だけど死後の世界っていうのは魂は一体であるっていうふうに考えるじゃん。だからこれが思い込みだよっていうことを言ったの。輪廻転生は肯定してないっていう話をしてんだよ、ハコさん。同じじゃないでしょ。だけど死後の世界っていうのはそれを前提で組み込んでるじゃんってブッダは言ったの。でしょ、だんだん洗脳を解けてきたでしょ。だからブッダは輪廻を否定してるんだよ、実は。間接的に無言を貫いてるけど、我の否定をしてる時点でウパニシャットを否定してんの。で実を言うとこの先に空があるんだよ。これが基礎教養というかブッダの悟ったその王道の一つではあるんだけど、奥義の一つではあるんだけど、我の否定、まあ全てに適用できない。自分っていうのが一番執着するものだから、記憶は違うけど魂は一緒だと思う。じゃあ魂っていうのが何なのかをお天道さんは定義化しないといけないっていう、魂って実は記憶以外では語れないから、記憶がない魂っていうのは引き継いでも意味がないっていうことをブッダは理解してた、それって何とでも言える言葉遊びじゃんっていう、記憶を引き継がない魂って無意味じゃない？記憶じゃなくてデータベースのことを指すんだけど、要は悪いことやったら悪いカルマが積まれると。記憶は引き継がないけどそのデータは残っていて、来世生まれ変わる時にそれは引き継ぐって言ったんだけど、そんなものは存在しないって言ったのよ、ブッダっていうのは。そのデータベース自体を否定したの。そうだね、高架機動隊にだいぶ近くなってきたし、エヴァンゲリオンとか高架機動隊っていうのはこの世界観だよ。そうっていうよりも魂って呼ばれてるものはもっともっと深いもので、記憶すらなくしたとしても今世行ったものは全部書き込まれてるデータベースっていうこと。簡単に言うとこれだけは引き継がれるっていうのはカルマなんだよ。そういうことハコさん。カルマはカーストにつながるの、そういうこと。要はカルマを否定したっていう論理ができてくるの。ブッダが我を否定したっていうことはカルマを否定してるんだよ。これが輪廻転生を否定したっていう俺の証拠になるの。ポポポさんまだいる？ポポポさんまだいる？ポポポさん理解できた？ポポポさんどう？多分ここまで話したら俺の論理は多分理解できるはずなんだけど、どうかな。ソース出せって言ったけど、ブッダが言った、要はお坊さんたちが言ってる基礎経典の話だけロジックが成り立つでしょ。魂が存在しないって言ってたら論理がここにあるっていうことは理解できたかっていうこと。こうしたらわかるでしょ。ブッダがその輪廻を否定した。なんで無言を貫いたのかっていう理由。なんで理解できないんだろう。魂はないっていう話をしたんで、今。自我の否定をしたってことは、魂の存在を否定したことにつながるの。突き詰めると。わからないかな。カースト制度っていうのは、バラモンがいて、クシャトリアっていう王様とかがいて、貴族とか、平民がいて、で、奴隷がいる。シュードラっていう奴隷がいると。で、アウト・オブ・カーストって言って、人間ですらない生き物がいるって。人間の形をした。うん、これがピラミッドね。要は、そのカースト制度のことね。うんうん、要は、カーストを否定しちゃったんだよね。あ、だからブッダは滅ぼされるわけだけど。ブッダがいかにやばいことをやったかわかるでしょ。国の制度を崩壊させちゃったんだよ。思想一つで。新しいフォロワーさん、カナインさんフォローありがとう。コンスケさんフォローありがとう。魂というものはないっていうのがあなたの主張ということは理解したよ。違う、これは俺の主張じゃないよ。俺は魂ある派なんだよ。ポポポさん全く理解してないね。うん。俺は実は魂はある派なの。俺の主張じゃないの、これは。ブッダが言った論理を展開した。俺は英語回帰を実は信仰してるから。だからポポポさんは俺を否定したいだけっていうのが露呈しちゃったんだよ。論破中なんだよ。だから俺の言ってる意味を理解できてない。俺は魂あると思ってるから。俺はブッダの論法を展開しただけなのね。わかる？恥かくよ。うん。俺の主張だなんて一言も言ってないですよ。墓穴掘ったな。俺は英語回帰の思想を、信仰してるから。今の使った論法っていうのはブッダの論法なの。はい、森下さんは脱。素朴な疑問を書いてるだけ。ってことは理解してない。ポポポさんは全く理解できてない。魂って何ですか？魂はないって言ったのがブッダだね。簡単に言うと。例えばなんだけど、まあじゃあ記憶を引き継がないで、今世やったデータベースが引き継がれるとするんじゃん。で、ボンが1の中はボン点にくっつくわけ。で、混ざったものが一滴雫が落ちるわけよ。混ざってるんだからそれデータベースじゃないじゃんって思わない？例えばみんな生きてた時のいいこと悪いことっていうデータベースが死んだら一体となるんだよ。ブラフマーになるんだよ。そっからぐちゃぐちゃに混ざって一滴落ちるじゃん。で、本世に生まれ変わるじゃん。それって自分だって言い切れる？その魂を。うん、途中から見るとね、分かんなくなっちゃうんだよね。もう一回森下さんはタイムシフトを見るか。うん、言い切れないでしょ。魂イコール自我や記憶のなどの塊って言い張ってる他の連中の話に入らず無言を決め込んだってことは否定してるのと同じか。違うんだよ。だからブッダはさっきも言ったんだけど、大気説法っていうのを行っていて、このウパニシャット哲学、ないし、バラモン教だよね。バラモン教を信仰してる人前提に、魂はないよって言っても無駄だっていう、魂はないよじゃなくて、生まれ変わりはないよっていう論理は無駄だっていうふうに、彼は解釈した。だから彼らの解釈で、物事を進めていったの。六道輪廻って。うん、そこからの下脱。要は六道輪廻から離れなさいっていうことをずっと言ってたの。六道輪廻から下脱。要は六道、もう生まれ変わらないのが悟りだよっていう。言ったの。位の低い人たちに。だからブッダって否定してるじゃん。六道輪廻ダメだっつってんだから。だからそれを理解できないんだよ、普通の人は。バカだから。でも言われたらそうでしょ。おはよう、マミリン。わかるでしょ。六道輪廻から下脱すること、要は離れることが悟りだっつってんだから。生まれ変わりから離れなさいっつってんだもん。うん、なのに無言を貫いたって言ってる。それはお前の都合のいい解釈だろうと思わない？どう考えても。うん、だから、六道輪廻とか、輪廻転生っていうのが、輪廻転生とか輪廻転生っていうのは、簡単に言うと、ブッダが使った論法じゃなくて、もともとあった論法ってことね。生まれ変わりを否定してるんだよね。生まれ変わりは良くないよっつってんの、ブッダは。なんで、その、生まれ変わりっていうのは自分から言い出した論法じゃなくて、生まれ変わりが前提の世の中でその論法を使ったってこと。ハルさんいらっしゃい。OK で、じゃあ空論の方に行こうか。空っていうのは毒矢の例えが有名。毒矢の例えはまあその無言を貫いたっていうことの有名な例えなんだけど、まあ毒で刺されたと、毒矢が飛んできてはたったと。お前は今輪廻がどうのこうのとか囚われてるけど、じゃあ俺が今から毒矢でお前のことをぶっ刺すと。お前は毒刺さった時にね、どっこの方角から飛んできたんだろう、どれくらい刺さってるんだろう、どんな毒が塗られてるんだろう、抜いた方がいいのかな、抜かない方がいいのかな、お医者さん呼んだ方がいいのか、それともバラモンの教祖を呼んだ方が助かるのか、それとも薬塗った方がいいかなって考えるかって。まず矢抜いて病院行けよって話だろって。お前が考えてるのそういうことだよって。今やるべきことじゃねえよっつったの、ブッダは。うん、チベット仏教はね、もともとチベットにあった土着の宗教と混ざってるのね。だからその輪廻転生っていうのが結びついちゃってるんだけど、もともとチベットの民間で信仰されてた宗教と結びついてるから、ああいう形態になったと言われてる。ただ、まあ、ネパールとかチベットとかそういうところの古い宗教、原始仏教にかなり近い考えをしてるから、実はね参考文献としては原始仏教で貴重なんです。ずっと守られてきてるから。エヴァも人類補完計画、魂一つにしましょうって話ですよね。そう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 、簡単に言うとね。ダライラマはどうですか？いや、僕は全然チベット仏教好きですよ。うん、現世の記憶等から生まれてきた来世は全く同じ人物ではないってこと。そういうこと、そういうこと、簡単に言うと。それを現世の記憶がって言っても意味ないでしょっていうことよ。で、そんなものはそもそも存在しないっつったのがブッダなの。例えばなんだけど、じゃあ行くよ。さっきコーヒーの例えをしたじゃん。コーヒー飲んで体液になっておしっこになって下水処理されて、下水から川になって海になると。で、その海のことをコーヒーって言うっていうこと、ブッダが言ったこと。それってコーヒーなのって言わないでしょって言ったの。ブッダの時代にすでにバラモン教が宗教化、縦社会、教祖ありき化していたんですね。そう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 、簡単に言うと。要は膨大な人口を抱えていた古代のインドっていうのは3000年前とかだと最高の文明を持ってた。要は管理社会だったのよ。今の日本と一緒よ。全部縦社会でピラミッドでしょ、組織とかって。うん、そう、例えば分かりやすいでしょ。それも魂も同じでしょっつったの。そんなごちゃ混ぜに混ざったものがもし仮にあるとするんだったら、それは自我とは言わないでしょって。でもあなたたちが言ってるのはそういう論理だよっていうことをブッダはずっと言ってたの。海は海じゃんって。空の話っていうのは突き詰めると二元論になるんですよ。どんな物事も有か無になるっていう理屈はわかる。そっから説明しないとダメ。どんな物事も有と無、二元論になるんですよ。突き詰めるとあるのかないのか、あるとないっていう二つになるの。わかるよね。これは説明いらないよね。 OK、うん、次進むよ。で、その西洋哲学とか西洋科学って言ってもいいけど、この有と無を徹底的にやったのが現代科学なのよ。まあコンピューターとかもね、ディスクリートマスとか言うんだけど、二進法でしょ。コンピューターって全部0と2、要は電源のオフオンで全部考えてるんだよ。だけどブッダのすごいところ、空論っていうのは有と無を内包した状態を空って言ったの。新しい上位概念を3000年前に開発したの。だから西洋哲学をこれを矛盾と言うんだよ。うん、あるとないを内包しちゃったの。うん、これがブッダの空。意味わかるかな。うん、そう、量子コンピューターとかまさに、だからその西洋哲学が最近仏教に追いついてきたんだよ。で、東洋哲学も西洋哲学にもう少し凡人に分かるように。うん、例えば名称をさっき言ったじゃん。コーヒーって言ったけど、抽象度とか具体的とか抽象的とかそういう話になってくるんだよね。まあ本とかもそうだし、あとは座禅を僕よくやるんですよ。プライベートでというか趣味でというか。で、それの体感も混ざってるけど、今話してることっていうのは全部本ですね。あとお坊さんに聞いた話ですね。言うともう内包した状態のことを詳しく教えて。例えば、さっきも言ったんだけど、キリスト教の牧師さんに、まあ、Qちゃん牧師でいいや。牧師さんでしょ？Qちゃん牧師に神はいないって言ってごらん。激怒するから。座禅はいいものですね。ちょっと、本題に戻しますね、話を。Qちゃん牧師に神はいないって言ってください。激怒します。で、本当にキリスト教を信仰してる人とかユダヤ教、イスラム教とかっていうのは絶対に怒るんですよ。なんでかっていうと、神がいる前提に作られてる宗教だから、神がいないっていう状態はありえないの。それを言う人はサタンなんですよ。OK。ここまでは矛盾がないよね。だけど、お坊さんに対して、仏なんかいねえよって言っても、お坊さんは何て答えるかっていうと、そうだねって答える。その通りですねって。ブッダに言ってもいいんだよ。ブッダが今生きてるとして、おい、仏なんかいねえよって言っても、ブッダはおそらく、あ、いないよって答える。で、仏さんに会って、仏さんに、仏さんはいるよねって言っても、あ、いるよって。これ矛盾してるのわかる？有と無が内包されてるのわかる？この状態なんだよ。ブッダが見てる世界って。簡単に言うと、このライターっていう存在と、大切な恋人の命が統括な状態だ。ブッダが見たっていうのは、全部が正しく見えてるの。わかるかな？水はあるって言ったら、だから全問答に近いのよ。水はあるともないとも言えるっていう状態。例えばこのコーヒーは存在するとも存在しないとも言える。全問答でしょ。苫米地秀人が有名だけど、苫米地秀人じゃなくて、実はこれをした人は別の人で、小室直樹先生っていう人なんだけど、小室直樹先生、まあ今で言うところ、今広めた人は苫米地秀人なんだけど、本当は出典となってるのは小室直樹先生なのね。小室直樹先生が言ったのは、数学の点って言ったの。数学の点の定義ってみんな知ってる？いや、今からもっと面白い話する。数学の点って教わったじゃん。点教わったでしょ。でもさ、みんなさ、鉛筆の先っちょでポンってやった黒い点のことを点って言うけど、数学、まあいい、小室直樹は忘れていい。苫米地秀人は引用してるよっていうことを俺は言いたかっただけだから。要は俺は苫米地秀人の信者じゃねえぞっていうことを言いたかった。まあ、簡単に言うと、数学の、線っていうのは点と点を結んだことが線なのね。点と点をつなげた状態を線っていうの。で、線と線がぶつかったところが点なの。わかる？直線と直線がクロスしたところを点っていうのね。数学では。要は、ここの状態が点なのわかる？このクロスしてる状態なのが点なの。ここまで OK だったら手挙げて。線と線を結んでクロスした状態を点という。ここまで OK。定義化。OK だったらみんな手挙げて。理解できたら。OK ね。で、線の定義っていうの。この線の定義っていうのは面積も体積もないの。わかる？面積も体積もない、存在しないものが重なったところが点だから、俺らが鉛筆でちょんってつけてるのは面積も体積もあるから、視覚情報として見える化してるだけなの。定義上無なの。いってらっしゃい、マミリン。言ってる意味わかった？要は頭の中には点っていうのは理解できる。概念としてはあるけど、概念としては存在するけど、見せてって言ったら見せられないのが点なの。見せることは絶対できないの。現実的に点は。だって、点で見えるっていうことは面積も体積もあるんだよ。でしょ？面白いでしょ？つまり、数学的概念とか数学的宇宙とか、俺らの脳みそだけで存在するのが点なの。本来の。これと魂は一緒だっていうこと。いや、概念としてはあると。だから実は、ブッダは魂の否定はしてるんだけど、みんなが思い込んでる魂の否定をしてるの。実は魂もあるんだよ。面白いでしょ？これが矛盾なんだよ、西洋哲学。いや、ブッダが言った、あるともないとも言える空なんだよ。1と1、1.001 との違い。全然違う。人の話聞いてないギタパンさんは全然違う。見せることができない面って言ったら僕の赤点テストと同じだ。うまいこと言わなくていい。うまいこと言わなくていい。面積が重ならない。面積も体積もない。ゼロの状態なのよ。だから、その線の定義っていうのが面積も体積もないの。で、線と線が重なることを点っていうの。だから数学でそれを教わってるんだよ。でもそのコーヒーはその状態で存在するよね。それは時間を限定的に切り取ってるから。ブッダの論理だと。言ってる意味わかる？移ろいでいくじゃん。すべては移ろいでいく。例えば、世界中にある、今あるコーヒーって呼ばれてるものが、1万年後絶対存在しないでしょ。別の形になってるでしょ。だから時間を限定的に切り取ってるに過ぎない。そういうこと。点は概念上の存在で実体はない。素晴らしい。箱さん素晴らしい。小室直樹はそうした。そう、時間軸がある。ブッダは。だからその限定的に切り取ったものには名称があって叱るべきだけど、永遠性はそこには存在しないって言ってるの。酸化したりとか、いろんな影響を受けてるんだよ。酸化したり、飲んだりとか、消滅したりとか、蒸発したりとか。面積を持った時点でそれは点の集まり。いや、点には面積も体積もないから、それは違う、ビラちゃんま。ごめんね。否定するつもりじゃないよ。点には面積も体積もないんだよ。愛と同じだね。素敵素敵すぎる、昭和のトレンディードラマ見て、おはよう、だんだん分かってきた。すっごい哲学的ですっごい退屈な話かもしれないけど、面白いでしょ。ブッダがいかに頭が良かったか分かるでしょ。めちゃめちゃ頭いい話でしょ。自分の理解だと全てのものは縁起の上に状態があるだけ。状態があるっていうのは名称があるっていう論理だね。故に空な存在と理解してるんだが間違ってる。縁起の上にっていうのが縁起を理解してるかどうかなんだよ。状態があるだけって言ってもいいんだけど、一番わかりやすいのは俺は状態を名称って言ってんの。要は名前をつけた状態ね。名前があるものっていうのは状態を指す。要は限定的に時間を切り取ってる状態だから。だけどそれは全て移ろいでいくっていう。でしょ？だからあるともないとも言える。時間軸っていうのは、時間を止めることはできないじゃん。そう。だから空なんだよ、全てが。あるともないとも言える状態なんだよ。そう。わかりる。だからそんな名称にとらわれるなって言うと。そう、脳内に存在するもの。つまり記憶でしょ。だから繋がってくるでしょ。自我って記憶だっていう話でしょ。だから自我っていうものは、記憶の整理の仕方とかね、潜在意識の説明とかもあるんだけど。例えば人が一人もいないのと、今の和道の人格が存在しない。演技上ってこんな意味。ああ、なるほど。それと空はちょっと違う。それと空はちょっと違う。要は、その概念的に存在するのかっていうのを実在的に存在するのかっていうのを内包している状態なんだよ。あるともないとも言えるっていう。これ言語学の話にもつながってくんだけど、具体性を帯びていくと文面が長くなるっていうことを理解できる。具体性を帯びれば帯びるほど文章とか言葉が長くなるっていう。で、突き詰めて、抽象化していくと、あるとないになるんだよ。二元論に。で、あるとないの極端な、もう超抽象空間の状態の、さらに上の上位概念が空って感じ。言語学的に言うと。実はあるとないっていう二元論というのは超抽象的空間なんだよ。ついてこれるかな？大丈夫かな？悟りとは、悟りとは、空であるとも言えるし、要はアートマンの否定とも言えるし、いろんな言い方があるよ。要は。でも一番大事なのは俺は体感だと思ってる。まあ俺は悟れるとは思ってないけど。質問、なんで釈迦族は滅亡したのですか？国力がなかったとかさ。いろんな理由があるな。うん、だって釈迦族が滅亡した理由は、まあ釈迦の暗殺とかにも関係あるのかもしれないけど、俺はね、そこを詮索するのは意味がないと思ってて。要はバラモン教に滅ぼされたとも言えるし、まあ国力がなかったとも言えるし。うん、例えばその起こった、例えば戦争が起こりました、どっかの国で。それを経済学者は経済の理由だっていうのよ。宗教学者はいや宗教戦争だっていうの。で、右翼とか左翼っていうのはいやイデオロギーだっていうの。思想だっていうの。要は見る人によって現象っていうのは変わるの。スリットが、思い込みが入るんでしょ。だから、釈迦族はなんで滅亡したのかっていうのは、その視点、要は、釈迦族の人がどう捉えるのか、滅ぼした側がどう捉えるのかって解釈が違うのよ。その解釈論争っていうのは意味がないっていうのを、俺の考え方。縁起。結局島津さんって人はいるとも言える、言えないとも言える。いいところ来てるな。ポポポすっげえいい質問で、まあ島津さんっていう言い方はちょっと失礼だと思うんだけど、ここはワドって書くべきだと思うんだけど、ポポポが思い込んでるワドと、ハルさんが思い込んでるワドと、馬刺しが思い込んでるワドと、納豆キムチが思い込んでるワドっていうのは全員違うの分かる。こいつ嫌い、こいつ好き、こいつ頭いい、こいつは頭悪いって、それぞれがそれぞれ自分と照らし合わせて見てるの。つまり、しかも俺から見る俺も違うでしょ。多分ズレがあるはずなの。ここにいる全員がズレてるはずなの。要は解釈なんだよ。でしょ？だから、いるともいるし、いないとも言えるんだよ。しかも無限に俺の解釈、捉え方っていうのはあるの。人によって。だから、それは全部思い込みなんだよ。事実ではないんだよ。わかる？だからあるとも言えるしないとも言えるっていうのはそういうことよ。だし、時間軸で捉えたら、1歳の時の俺を見た時に、それをワドっていうのかどうかだよ。始末っていうのかどうかだよ。印象が変わるでしょ。つまり、思い込んでる、こいつはいいやつだ、こいつは悪いやつだとかはないってことよ。シャカちゃん元気よ。シャカ？うん、元気。オッケー。だから、ハルさんの質問に捉えるなら、ブッダは何て答えるかって言ったら、釈迦族はなぜ滅亡したんじゃなくて、滅亡したという事実だけ捉えなさいってことよ。で、滅びるのには理由があるよって。恨まれてたんでしょって答える。正論じゃん。釈迦は多分そう答えるんだよ。滅亡したことは事実。で、誰かに恨まれてたんでしょって。で、世の中にあるのは諸行無常。すべて滅んで移ろいでいくものだから、釈迦族も滅亡するし、滅ぼした国も滅亡するから大丈夫って答えた。この世の中にあるすべて滅ぶから。ワドは好き嫌いじゃなくて、今俺が見てる人間です。ほう。そう、自分自身を正しく理解なんてできない。だからね、超ドライだったんだよ、簡単に言うと。もう身も蓋もない話をずっとしてた人だよ、生きてる間。おうっていう。まあ楽しそうじゃない人生だよね。だから簡単に言うと楽しいことがないんだよ。苦しまないってことは。超ドライなの。簡単に言うとうつ病だからね、釈迦って。子供の頃からずっとうつ病だった王子様の物語だから。死ぬの超怖え、病気になるの超怖えっつって生きるの超怖えっつってて老いるの超怖えっつって誰かと別れちゃうの超怖えとか、もうそんなことばっかり考えてたうつ病のおじさんだから、王子様だったのに国捨てちゃうんだよ、奥さんと子供捨ててめちゃめちゃだよね、で、ある日、ぴったしカンカンに乗って、ピカーンっつって、やべえ、俺、分かったぜっつったら、そう、よめーんっつって、シャクソンめーんっつって、ディスられたの。おめえの考えなんて超ナンセンスって言って、全然響かねえぜ、へよって言われて。で、釈迦は、なら分かったっつって、動物たちに教えを説くぜ、めーんっつって。空って概念的な話にとどまるの。体感だね、簡単に言うと。うん、体感だね。だから釈迦は論理は意味ないっつって、体感だっつって、うん、そして誰にも分かってもないと思って鹿に教えようと。そう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 、うん、悲しいよね。鹿とか小鳥とかリスさんとかに。ブッダはなぜ、ブッダはなぜ子孫全部に継承しなかったの。要はなんていうのかな、ブッダの悟った内容っていうのが面白いんだけど、家族も捨てたりとか、もう血族捨てたりとかしてるじゃん。ディスラップは超一流だったね。多分日本で一番ディスってたやつやな、うん、生きることディスってたからね、うん、生きるって全部苦しみだぜめーんっつってたからねえーっていう、うん、生まれ変わりないぜめーんってえーってなってたの、全人類、インド中がマジっすかーって、うん、レペゼンバラモンやめるめーんっつってやばいっすよーブッダさんって、うん、そう死ぬ時に至っては俺の教え忘れろめーんっつってだから、ね、いらないぜめーん、イカダは担ぐなめーんっつって死んだから。おっさんいらっしゃい。クソサイトおっさんはじゃあなんでこんなクソサイト見てんの自己否定だぜめーん長嶋さんとか北野武がなんとも好きだわん。はい、ワザ2達彦さんいらっしゃい。あ、そろそろスロット行かないと。煩悩にまみれてるぜめーん、オス番長撃つぜメイン、行くぜ行こうぜ。こんなところでブッダの話してるわけにはいかないんで、俺は煩悩の塊だから行くぜメイン、オス番長煩悩メイン、行くぜお前ら行くぜメイン。 Here we go Here we go、うん、煩悩の塊だから行こうぜ。行ってらじゃねえよ、全員で行くんだよ、全員で行くんだよ。俺の負けを見届けろメイン。いや、もう大体語ったから、大体分かったでしょ、そんな難しい話じゃないから、うん、行こう行こうメイン。おカルシウムだ、久しぶり、うん、煩悩覚醒っていうか、もう煩悩だけで生きてこうと思ってるからね。大体ね、生放送をやって人から金もらって生計立てようってやつは煩悩の塊なんだから。この話まともにね、聞いてたやつ全員ね、あれだよ。騙されちゃう人だよ。うん、今の話忘れろめーん、うん。働いてないやつのザレ事だぜめーん。うん、性を謳歌しようおはよう。おはよう。ありがとうございました。まあ、仏教解説でした、うん、仏教解説枠、納豆さんのリクエストでした。納豆キムチさんの、まあ、楽しんでいただけたでしょうか。学術的に少しは語れるぞ、もう遅いわ、うん、そんなことより今オス番長3のことしか考えられねえから俺。よし、そんなね、コメントでね、語ってもらうより、俺は一発の花火欲しいわ。うん、一発の花火に全てかけてるのが俺だから。よし、行くぞみんな。煩悩を解き放とうぜ、煩悩を。オスバン3。うえや行くぜ今日もアクティブ300から500行くぜ。行くぞビッグ出るたびに花火打ってよ。じゃあいいや、花火いらないからみんなフォローして。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。フォローありがとう。よっしゃ、行こう。アクティブ4桁ってよっさんじゃん、それ。行くぜ。ハートありがとうね。ハートありがとう。行くぜ。調子づいてるよ。全然バブリーだよ、俺。今、配信人生ピークですよ。行くぜ。行くぜ。最近減らってないよね。ちょっと、今日は帽子かぶってこうか。かっこつけて。帽子かぶっちゃう。今日はちょっと、こんな感じで行く。スロットライター風に行く。帽子かぶってスロットライター風に行く？スロットライター風に、うん、キャップかぶって。キャップいらねえな、ハゲトレードマークだからな。よし、イヤホンイヤホン。ハゲはトレードマークだから。行くぜ。よいしょ。新しいフォロワーさん、馬刺しさんフォローありがとう。Thank you。よし、行きまっか。いや、まあこんなもんだよ、こんなもんだよ。いや、スロット配信始まったら行くから。じゃあ、皆さんお疲れ様です。次役も来てください。お疲れ。おつです。ありがとね。おつです。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。